何これ、まっつ。おい、なんだこれ、壊れてんじゃないの。あ、これなんか詰まってんじゃん。くっさ、これダメだな。谷村さん、これ味おかしくないですか。はあ、やっぱり。これ長いこと使ってます。選挙の時いつも使ってるやつ。どうにかしようって思ってたんだけどね。いや、これひどいですよ、ドブみたい。よくこれ使ってますね。本当だね。こんなまずいことになってんのに、よく平気でいられるよね、何にもしないで。直した方がいいに決まっているのにね。そうですよ。私、川島由美、この度衆院選に立候補する決意をいたしました。この今の時代、各々の信頼を取り戻す。君たち秘書があのバカちゃんと操作してくれないと。すいません、うまくいくものもいかんだろう。申し訳ない。事なかれ主義の議員秘書が新たにつく候補は、おい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 、世間知らずのど素人二世候補。クルーの皆さんもね、一緒に当選目指して頑張りましょう。ちょっと欧米感あったね。今度決起集会やりますので、よかったら。私選挙権ないですけど。個別訪問って違法じゃん。静かに。もっとちゃんとしなさいよ。あ、まあ、やる気あるんですけどね、分かってないんですよね。気になることがあったら何でも言って。今の振る舞いではただの不愉快な素人に見えてしまうので。はい。あとですね、やる気があるのはいいが、やり方を履き違えている。相槌が適当すぎて話を聞いていないのがバレてる。スマホのカバーダサすぎ、変えた方がいい。これはこれは言い過ぎですよ。改善を要求します。まあ、よく言いますよね、ああいう吐き出し方しかできない人。この草が違う。それはダメです。疲れた。決戦は日曜日。日本の政治は終わってる。選挙に落ちたらいい。